役だ。2年目甘酒で今日よ。だって17歳だからさ、お酒はまああんまりほら飲まないけど。いいよ。17歳だからお酒飲めないじゃん。甘酒は別に飲んでもいいじゃん。甘酒で酔うの。あんまり違うよ。違う、そういう意味じゃないよ。痛い。この野郎。何してたんだっけ。ね、洞窟に潜りたいんだ。そう、この辺。この辺をね。この辺に、あ、アルパカだ。毎度どうも。洞窟探したいんだ。ここ洞窟かな。なんかすぐ終わりそうだな。暗い。あ、暗い暗い。もうちょっと。なんかあれだね、影モッドのせいかな。なんか明るくなるの遅いよね。酒で焼けた声してる。嘘だろ、この野郎。嫌がったな。嘘だよ。鉄取りたかったんだけどさ、石のさ、あれなんだっけ、石のあれ作ってなかった。作業台作ってやるよ。しょうがねえな。ねえ、朝イケメンだから、困った女の子のためにこうやって作業台を作ってやるんですよ。キャー、メメメメメメ先輩かっこいいな。よいしょ。暗いまい？暗いわ。え、暗っ。イケメンやな。あ、やっぱなんか暗いな。せやろ？いやー、かっこいいよね。メメメはね、紳士だから。ゲモットはそういう生き物なんやな。しょうがないな。やったー、かっこいいってみんな言ってくれてる。嬉しいな。俺に惚れるとは。やけどするぜ。え、左手に持てるの。何そのコードの。コードだな。嘘でしょ、そんなことできる。知らんかった。知らんかった。そう。うわ、ありがとう、教えてくれて。まあ、ほら、タイマーどうやって置くんだよ、これ。1個だけでも持てたらいいんだな。あ、つまりこれさ、めっちゃ賢いじゃん、めめめ。両手にタイマー、超明るい。50% の拳技能も両手で殴ったら 100% へへへ。楽しい。体罰二刀流、明るい。明るい。そう、行き止まりだったから、あ、そう、作業台返してもらおう。作業台返して。めめちゃんってそういう子なんだ。どういう子だと思ってたね。じゃあめめめの第一印象教えて。岸田メル先生ですか。なるほど、岸田めめめめめめる先生だね。アホの子、アホの子。嘘やろ。もうかわいいアホの子。嘘やん。みんな正直やな。社交辞令で返してこないところ、みんな素直やな。生きりバトン。すぐ生きるキメラ。ぼっちアホの子。初手コクポンコツ。おい
めめめ、そういうなんか愛のある罵倒好きだからさ。うん、言いたい放題だな。好きだよ、そういうの。あー、こんにちは、どうも。あ、挨拶してくれた、今。あ、漏れた、漏れた。え、漏れた、なにこれ。あ、すごい、どうも。かわいい。下ろして、下ろして、下ろして。あ、バイバイ。アルパカ乗れるんだね。遊園地のパンダカーネルさん、ちょっと、え、またプロデューサーいたの。もうまた見逃したよ、もう。で、あ、プロデューサーいる、聞いて。あのね、みんなでマイクラしたいの。マイクラできる子、みんなでマイクラしたいの。プロデューサーもやろみんなでマイクラしたい。アイドル部みんなでマイクラして、あの、バーチャル学園作りたい。楽しいよ、絶対楽しいよ。でもめめめ、パソコン版だから。あ、危ない、待って、やばい、思い出した、ごめん。あ、ベッド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 。え、めめめ、どこに置いてきた。やばい、あ、やばい、やべえ、やべえ、やべえ、3人に勝てるわけない。来ないで、痛い。